この男の名は五木多治平という。2000人近い従業員を抱える建設会社を一代で築き上げた。これはこの男の物語である。五木多治平は2ヶ月の予定で今日ヨーロッパに出発する。仕事ではなく休息の旅である。同行者は若い社員の中でもなんとなく気に入っている船津という青年だけである。社長、お嬢さんが。何してる。いや、社長にこうしていただきたいんでしょ。清子、君は何か話があるんじゃないか。いいえ、いえ、あのね、私もしかしたら赤ちゃんができたかもしれない。それはいいじゃないか。見てもらったんだね。いいえ、まだ。じゃあすぐ見てもらいなさい。体に十分気をつけて。今度は男の子がいいな。今度って私初めてよ。明子の方が女だから、君は男の子にしてもらいたいという意味だ。でも私どっちかっていうとまだ欲しくない。そんなこと言っちゃいかんな。どうせ産むんなら早い方がいい。そうかしら。じゃあ、一人だなと思った。自分がこの世に一人きりであるというようなことを五木はこれまで思ったことはなかったが、不意に今そうした思いに取りつかれたのである。妻が亡くなった後、二人の娘を嫁がせ、そしてとうとうその娘たちとも別れてしまった。今や自分だけである。
とうとう来ましたね。パリですね。フランスですね。なんだそれを言うんだ、さっきから。いや、社長は3度目でも僕は初めてですから、本当に感激です。なんでたってパリですから、ここは。いつきは前に泊まったことのある古いホテルに落ち着いた。由緒あるホテルとして一応名は知られているが、義理にも大きいホテルとも近代的なホテルとも言えなかった。その代わりアメリカ式のホテルにないしっくりした味がある。いつきの部屋は3階だった。日本式に言えば4階である。廊下は薄暗かったが部屋は明るかった。窓の正面はリボリ街の大通りを隔ててチュルリー公園と向かい合っている。前に来た時には春の日を浴びて子供たちが遊び騒いでいるのが見えたが、今は全てが灰色の色調で塗られていた。パリはすでに冬であった。社長、明日はどっかお供しましょうか。いや、いいよ。気にせんでいい。出かけたくなったら出かける。そうですか。普段のお疲れが一度に出たようですね。活動的な社長が4日もホテルでグタグタしてるなんて、日本だったら考えられません。グタグタはないだろう。ああ、失礼しました。失言です。英語もフランス語も結構喋るが、君はもう少し日本語を研究せんといかん。はい。これでも毎日君の言うように部屋でグタグタばかりはしていない。君が出かけた後は結構この辺りをぶらついてるよ。ところで君は今日どこ行った？ああ、今日はまずバスティーユ広場の7月記念塔に登りました。地上52メートル、238の階段がきつかったです。煙となんとか高登りっていうが、君も毎日高いところに登るね。最初はエッフェル塔、次はサクルグール寺院、昨日はノートルダムだろ。アホ扱いはひどいですよ。やはりまず高いところに登って地図と睨み合わせで辺り一帯を概括して使いませんとね。明日は凱旋門に登るつもりです。それで高見の見物のベスト5は終わりです。計画ですね。高いところへ登ってみると思い知らされます。これを見て帰る日本のお偉方も大勢いるはずですが、なぜそれが生かされないのかと思うともう腹が立ちますね。東京でもチャンスがなかったわけじゃないからな。ああ、いや、こうしてみるとやはり気をそそられるのはシャンゼリゼ大通りですね。降りたら歩いてみましょうか。よかろう。シャンゼリゼは凱旋門から歩く方が楽だそうです。きっと少し下りなんですね。ビロンテ元帥が住んでた家だそうですが、大きな屋敷ですね。まるで市役所ですよ。ああ、あれが考える人だね。
すごいものだな、と樹は言った。ロダンというのはすごいね、とも言った。すっかり圧倒された気持ちである。彫刻家というものは、これだけ人間の体を見なければならぬものであろうか。これだけの作品を通じて、女のあらゆる死体を一人の人間が見つめたということは、驚くべきこととしなければならなかった。ロダンというのは、まさしく彫刻家だな。僕は素人だから、何にもわからんが、あれが本物の彫刻であるということだけはわかる。建築家は建築家でなきゃならんし、銀行家は銀行家でなきゃならんな。ああ。僕なんかはダメだ。自分では仕事を仕事のつもりでやってきたが、甘っちょろいもんだ。金は欲しくないが、仕事はしたいな。しかし社長は十分仕事仕事できてると思いますが。そうでもない。いやー、そうです、みんなそう言ってます。これ以上やられたらたまらない、みんなそう言ってます。あの人、日本人ですね。旅行者じゃないようですね。どこか商社にでも勤めている人でしょうか。ああ。しかしやっぱりなかなか垢抜けた格好をしてます。いくつくらいかな。さあ、24、5ですか。もっと上だろう。30かな。32、3か。ちょっと何か話しかけてきそうな感じでした。すぐに歩き出しましたが。なかなか綺麗な人だった。少し小柄だが。そうですか。僕は背が高かったと思いますが。そうかね。雪吊りに一人の女に会って、その女のことを大の男が言い合っていることは、考えてみれば奇妙なことであったが、何かそうさせるものを女は持っていたのである。数日後、樹は別の商社から回されてきた車に乗って、シャルトルへ、有名なカテドラルを見に行くことにした。同行者が他に3人あったので、船津は遠慮することになった。はい。早かったですね。いかがでした。綺麗だった。君も行ってみるといいな。君はこの間ノートルダムのステンドグラスが美しいと言ってたが、あんなもんじゃないぞ。そうですか。それは良かったですね。私も行ってみましょう。いや、実は今この間の女の人に会いました。この間ロダン美術館を出た時、すれ違った女の人があったでしょう。背が低かった高かったって話し合った。おう、どこで。そこの公園です。いつ。だから今です。私は中へ入ったことがなかったもんで行ってみたんですが、なかなかいい公園ですね。社長、行かれたことありますか。ない。散歩されるとき入ってみられるといいです。で、どうしたんだ。ああ、今度もすれ違いました。あの人、奥さんですよ。どうもそうらしい。少し前を召使らしい女と子供が歩いてきましたが、多分あの人の子供じゃないかと思います。それはもう独り者じゃあるまい、あの年齢では。散歩してたんだろうね、向こうも。
まだ公園の中にいると思います。先を歩いてった子供は彼女の子供なら、子供に日光浴させに来たんじゃないかと思います。いつきは公園へ行ってみようと思った。あの女がまだ公園にいるなら、そこへ行って女に会ってみたいものである。あ、やっぱりそうです。子供がいるでしょう。返そうか。まっすぐ歩いていった方がよくありませんか。返そう。あ、引き返すんですか。いや、まっすぐ歩いていこう。いいね、愛してるところは。何がですか。何がって君、いいじゃない。は？子供を遊ばせてるそばで自分は編み物をしている。ああ、さっきの公園で会った女の人のことですか。うん。そんなに関心なさったんですか。僕もいいと思います。でもそれほど美人ですか。聡明な顔だとは思いますが。美人だと言ってるんじゃない、いいと言ってるんだ。もっとも編み物をしている女というのはみんないいがね。そうでしょうか。僕は今まで喪服を着た女というものはみんな美しく見えると思っていたが、編み物もいいね。喪服の方は全身で自分の心から浮いたものを追放しようとして、そういうところのある良さなんだ。意志が表面に出ている。だから誰もがキリッとして見える。編み物の方は反対に意志をなくした顔だ。不用意な顔だ。ただひたすらに落ち着いて静かに見える。いいね。異国の町の夕暮れってのは寂しいもんだな。はあ。社長。君。何ですか。どうされたんですか。一体さっきの女幸福なのかね、不幸なのかね。The rent that money can't buy.
いつきと船津は10日ほどの予定でスペインへ出かけた。マドリードからは列車で南部のグラナダへ向かった。アルハンブラの名で知られるアラブの王城を見ることは、この旅を計画した時からいつきが楽しみにしていることだ。グラナダからコルドバまでの170キロの道は、一口に言うと大オリーブ地帯であった。イツキはすっかりこの町が気に入った。巨大な海峡寺院がほとんど球体を変えないで残っていた。あとは別段見るものはなかった。しかしヨーロッパの町で最も静かな町であった。迷路が多く、町全体が歴史から脱落してしまったような特殊な古い雰囲気を持っていた。いつきは2日間船津と一緒に町を歩いているだけで楽しかった。セビリアでの2日目の夜遅く、2人でバスへの酒場へ行った。Yeah.
ナズが手を伸ばすのをためらった。これまで見たこともない疲れ果てた男の刀折れ矢尽きたような姿を見たからであった。手を触れれば崩れてしまいそうな脆さがそこに見えた。社長は疲れ切っている。船津はそう思ったのである。スペイン南部の旅からパリへ帰ると、イツキは三日ばかり寝た。別に熱があるわけではなく、ただ全身が疲れていて、毎夜のように7時間から8時間眠った。いやあ、夜べは一晩中、アラブの城の壁の模様がチラチラしてて。社長のお疲れがなくなりましたら、ベルリンからロンドンへ行って、もう一度パリに戻って、それからここを引き上げてローマへ行くことにしたらいかがですか。飛行機の方の予約は大体そのようになっております。それが一番いいだろうな。ああ。じゃあ、そうしてくれ。僕の方はあと2日もしたらどこへでも行ける。そうですか。いや、実はパリの日本商社の人たちが社長のために一席設けると言っております。こちらの都合のいい日を私の方から連絡することになっておりますが、いつにしましょう。いつでもいい。それも君に任せる。ロンドンの後ですと、あるいは日がないかもしれませんね。買い物があったり見残したところを見たり雑用が多いと思います。よろしかったらベルリン、ロンドンの前に片付けたらと思いますが。軽く片付けるっていうのは必ずしもどうでもいい儀礼的なものじゃない。はあ。先方は先方でだ。気を使って一席設けてくれるんだから、あんまり軽く見ない方がいいな。はい。多分君の言う通りにした方がいいと思うね。僕の方は今日でも明日でもいい。ではそのように連絡します。社長、先方はもう皆さんグリルへおいでです。参りましょう。タバコ。少しお痩せになりましたか。そうですか、ええ、そういえばそうですね。口が増えてですから、その苦労ですか。お互いに口だけはこちらに来ると若い連中にはかなわんようで。この方も日本料理の方がお気に召すかと思ったんですが、何せ米が悪いので。いやいや、口は不自由でも目の方はまだ確かですから。いや、今もすごい日本の美人に会いました。ここへ呼んでいただいてよかったです。これはどうマルセラン夫人でしょう。マルセラン夫人。ピエール・マルセランという有名な金持ちの夫人ですよ。何か大きなパーティーでもあるんでしょうが、今日は戦争した女たちが集まっています。有名なんですか、あの女性は。何しろ旦那はヨーロッパでも有数の金持ちですからね。
そこへ制裁として入り込んだんだから。岡焼連中がうるさいのも無理ないね。僕は話したこともありますが、なかなか頭のいい人ですよ。そうでしょうね。バカじゃマルセランの投資をたらし込めんでしょう。あなた彼女をご存知ですか。いや、我々と話でもするようだとまだ見どころはあるんですがね、日本人だと見るとことさらこのツンとするんですよ。いや、抑えないところもあるよ。一座では多少好意的な豊島を除いてマルセラン夫人は素直には評価されていなかった。性格も宇治素性もトゲのある言い方をされている。しかし話の限りでは誰も正確な知識を持ち合わせているとは言えなかった。食事が終わると一同は酒場に行ってコニャックになった。いつきは酒に強い方である。若い時から飲みたいだけ飲んできた。しかしその酒を今夜はさほど飲みたくない。珍しいことである。どうしました。全然上がらないじゃないですか。いや、江島さん、いただいてます。アルコールの匂いに軽い吐き気を覚えた。疲れたと言ったが、昨夜は熟睡している。買い物に歩いたが、知れた距離である。今日は妙ですな。少し疲れてるかもしれません。また軽い吐き気がき、次に下腹部のどこかを軽い痛みが走った。いつきは化粧室へ立とうとしたが、どういうものか立てなかった。強引に立ち上がれば立ち上がれないことはないと思ったが、自分で自分をかばった。用心してそのままそこに腰を下ろしていた。どこか悪いようですね。うん、少し気持ちが悪いが、いやすぐ治るだろう。ホテルを出てからですか。いや、リッツンにいる時からだ。医者呼びましょうか。それには及ぶまい。一体どこがどうなんですか。うん、さっきから軽い吐き気があったが、今はない。食べたもんはいけなかったんでしょうか。食べる前からだ。それと下腹に痛みがある。盲腸のようだが、僕は盲腸は取ってあるからね。やっぱり医者を呼びましょう。日本のように医者が来てくれるだろうかな。ホテルのフロントに頼めば呼んでくれると思います。厄介だな。大丈夫、もう少しこうしててみよう。腹の痛みもこうしてる分には大したことはなさそうだ。え、いや、医者はいいぞ。痛みが明日までに治らなかったら、その時は診てもらおう。やっぱり医者を呼んだ方が。いやに君は医者を呼びたがるんだな。変な趣味を持ってる。いえ、趣味じゃありませんが、やはり診察を受けた方がいいと思います。どうもそんな気がします。気がするというのはどういうことだ。そう聞かれると困りますが、なんとなくそういう気が。うん、家に絡んでくるじゃないか。もういい。明日診察してもらったらいかがですか。明日なら見てもらうこともない。では明日診察してもらうように手配します。よろしいですね。よろしいですねとはなんだ。風にかかった物の言い方するな。
私はとにかく社長の体を医者に見せたいんです。だから妙な趣味だと言うんだ。なぜだ。少しお痩せになったと思います。それは少しは痩せるだろう。バリ組んだりまで来てろくのものも食っておらん。そばも食えんし寿司も食えん天ぷらも食えんだろう。あれやつらよく生きてる。疲れる疲れるっておっしゃるでしょう。私にはそれが気になります。そんなことは言わん。いや、おっしゃいますよ。毎日1回はおっしゃる。昨日なんか2回もおっしゃいました。君数えてるのか。いや、別に数えてるわけじゃありませんが。それは僕だって少しは疲れる。外国旅行して疲れるのは君ぐらいのもんだ。ですから。だから君の気が済むように見てもらってやる。あ、なるべくジョイがいい。ジョイですか。ジョイと言っても年取ったのはダメだ。若いのがいい。そうしました。若くて綺麗なのですね。綺麗ななんて言わん。調子に乗るな。ああ太ってるよりは細い方がいい。ああ、そういうのを交渉してくれ。なるべくならマルセラン夫人のような人がいい。じゃあ明日。もしご用がありましたら呼んでください。言われなくたって用の時は呼ぶ。あ、じゃあおやすみなさい。翌朝を目覚めた時、いつきの気持ちは明るくなっていた。夕べ自分の健康状態について眠れぬほど不安になったことが、我ながら信じられぬ思いであった。おはようございます。いかがですか、今朝は。病人を見舞うようなことは言うなよ。心身ともに爽快だ。お元気なようですね。ゆうべのことは嘘みたいだ。10時までに病院の方へ行っていただくことになりました。実は八島さんに電話して相談したんですが、好都合なことに八島さんが病院の方に知人を持っておられて簡単にことが起こりました。もう病院の方に頼んでしまったのか。はあ、10時までに病院の受付の方へ出向くことになっています。ご苦労だったがね、朝になってみたら体は何ともない。吐き気もないし痛みもないし全然疲れも感じないし腹も減ってる。腹が減って目が覚めたようなもんだな。ああ、それはよかったです。でも診察だけはお受けになりませんと。どこも悪くないのにか。もう頼んでしまいましたので。取り消しはできんのか。ああ、八島さんは無理をされたんではないかと思います。大体君は気が早すぎる。はあ、何もだな。僕が起きる前に頼むことはないんだよ。診察は受けんよ僕は。でも。そうだろう君、どこも悪くないのに見てくれとって一
医者だって迷惑だ。ああ、それは大丈夫です。やはり診察だけは行っていただきませんと。病院は歩いても行けるところです。歩くのは嫌だ。あ、もちろん車で行きます。一体なんて病院だ。あ、トゥーサン病院です。まあこれが一般病院としては代表的なものらしいです。他にオテルデューとか東方の公立病院がありますが。トゥーサン、名前が嫌だ。なんとなく気に食わん。しかしそこに八島さんが知っている日本からの研究生がいるんです。いや、研究生といっても城崎さんというちゃんとした学者ですが。研究生に見てもらう。いえ、その人の紹介で何とかいう外科部長の人が見てくれるそうです。外科？あ、いや、それは。外科とは変じゃないか、君。外科が先でも必要ならすぐ内科へ回されますから、同じことだそうです。うん、変な病院だな。まあ、どうせ見てもらうんならちゃんとしたところがいいな。日本の大学病院のようなそういったところはないのか。あ、パリではパリ大学に医科が一つあるだけで、その大学病院に当たるのが公立病院だということでした。トゥーサン病院もその一つです。仕方がない。じゃあ見てもらってやる。あ、そうですか。病院行って城崎という人物に会えばいいんだな。あ、私も参りますが、城崎さんはあいにくベルリンの学会に行かれて留守をするそうですので。なんだ、留守か。あ、ベルリンは3泊4日だそうです。いや、帰るまで待とう。でも早く見てもらった方がいいです。うん、何を見てもらうの。もうどこもなんともない。そんなことはありません。変なこと言うな。本人がそう言うんだから、これほど確かなことはないの。え、人の健康状態を疑わない、君。社長。なんだ。やはり今日見てもらった方がいいです。もう手配しましたし、城崎さんの帰りを待つとなるとまた出発が伸びます。それより早くさっぱりした方がいいです。さっぱりとはなんだ。わしは今何もさっぱりしてないわけじゃないんだ。それは分かってます。いや、ちょっと分かっておらん。しかしとにかく病院へ行きましょう。強引だな。強引にしませんと、もうことは運びません。君、今何と言った。変なこと言ったな。失言です。強引にせんとことは運ばんと言ったな。くせのことを言いやがる。その言葉に免じて言ってやろう。お忙しいのにあいすみません。ご用体いかがですか。いやいや、ご厄介になるほど大したことはないと思いますがね。この船津君が診察を受けろと言って聞かんもんですから。用心に越したことはないでしょう。旅先で患うと心細いものです。何度も遠慮なくおっしゃってください。支店長からもよく言われておりますから。またご迷惑をおかけします。しかしこれ以上ご厄介になるようじゃ困る。多分そんなことはないと思いますがね。まあ、どうぞ。いつきの体に昨日最初に手を触れた医師が、穏やかな態度でいつきと握手した後は岸の方に向いて喋った。岸がそれをいつきに伝えた。容姿は
旅行を早めに切り上げて帰国し、一流病院で本格的にもう一度診断を受けた方が良いということである。お前、ミシェル。いろんなところに少しずつ故障があるんでしょうか。そうらしいね。だから僕は健康診断ってやつは嫌いなんだよ。50年以上勝手なことをして生きてきたんだ。叩けば少々の誇りは出るよ。まあどんな誇りにせよ少々でよかったです。少々かどうかは分かりませんがね。まあすぐ生命にどうということもなさそうです。1週間ほどローマで過ごしたらすぐ帰国しましょう。僕たちが立つまでに白崎さんがドイツから帰ってくれればいいが、間に合わんとすると。白崎さんからは東京のお宅の方へ詳細を報告してもらいましょう。あの口ぶりじゃ大した報告になりそうにありませんが。いよいよ明日はローマへ向けて立つという日の午後、五木は2時間ばかりかけて荷物を整理した。旅の予定が変更になったので整理というより帰り支度と言った方がよかった。夜は今度の診察騒ぎで世話になった八島と岸を食事に呼ぶことにしてあったので、荷物だけは夕方までに片付けてしまわねばならない。じゃああとは君に頼もう。あ、これだけ私の方でお預かりすればよろしいですね。あ、ご苦労だな、頼む。あ、よし。はじめホテルの交換場が何か口早に喋っていたが、それが終わるとすぐ日本人の声になった。トゥーサン病院で研究をしている城崎という医者の声であった。フラーズさんですね。私はトゥーサン病院の城崎です。昨日ベルリンから帰りましてね、今日教授に会いまして早速お電話したわけです。あ、どうもどうも。もしもし、あのフラーズさんですね。そうです。自分はフナズではなく五木であることを告げるべきであったが、五木はなぜかそうしなかった。相手が今話そうとしていることをできうるならフナズという第三者の立場で聞いてみたいと欲したのである。ご病人はいかがですか。あいにく私が不在でお役に立ちませんで。いや、とんでもない。大変ご厄介になりました。すぐお礼申し上げなきゃならなかったのですが、まだベルリンからお帰りになってはいないんだとばかり思ってたもんでした。いやいや、早速ですがご病人のことをご報告しておきましょう。はい。先ほど博士から聞いたことをお知らせしておく方がいいかと思いましてね。わかりました。ところでどうなっておりますでしょうか。病人の容態は。それはどうもあまり喜んでいただけない報告でして。ご本人の耳に入れるわけにはいきませんが、しかし付き添ってらっしゃるあなただけはやはりご承知になっていただいた方がいいかと。なるほど。簡単に申し上げますと、十二指腸にガンができていると思います。ガン。十二指腸の潰瘍はたくさんあるんですが、ガンっていうのはね。東京お帰りになって一流病院で診察をお受けになってください。帰り次第すぐ手術してもらうことになりますか。こちらの診断に誤りがなければそういうことになるわけですが、問題は手術が可能かどうかということです。手術がもしできないとすれば。とにかく治療のためには非常に厄介な場所だということは申し上げられると思います。実は私
今夜南の方へ出かけることになっておりまして、まあ、そうでなかったらお目にかかって、まあ、詳しく申し上げもしますし、まあ、書類もお手渡しできるんですが。では明日午前中に私病院の方に出向きます。受付の方にその書類を預かっておいていただくというわけには参りませんでしょうか。それはできます。一つだけぶしつけなことを質問してよろしいでしょうか。どうぞ。一体良くなるものでしょうか。秘書として付き添ってきた旅の途中の出来事ですから、できれば私だけ本当のことを知っておきたいと思います。ご家族は多いですか。いや、娘さんが二人おりますが、すでに嫁いでおります。夫人は3年亡くなりました。今は一人です。全くの一人です。まだ私などが、こちらの診断が正しいとすると状態は非常に悪いと思っていただきましょう。3年ぐらい。さあ。2年。さあ。では1年。手術がうまくできるところでしたらね。本人には何もおっしゃらぬのか。はい、何も申しません。では書類は事務所の方に預けておきます。ありがとうございます。では明日頂戴に上がります。では社長。村津君か。そうです。なんだか少し風邪気味だ。用心して寝ることにする。6時に八島さんと岸さんと会食の約束になってますが。八島さんには大変申し訳ないが、謝っておいてくれないか。君だけ出てもらおう。八島さんには私から申し上げておきますが、熱は終わりですか。明日の出発はどうしましょう。そのままでいい。一晩寝たら良くなりそうな気がする。八島さんにはくれぐれも詫びを言っといてくれ。承知しました。では行ってまいります。帰りましてからご報告に伺います。報告は明日にしてくれ。今夜はぐっすり眠りたいんだ。もし熱でも高くなりましたら呼んでください。9時には戻っております。ゆっくりしてくるといい。パリ最後の夜だろ。慌てて帰らなくてもいい。はい。
城崎から容易ならぬ宣告を受けたのは昨日のことなのではなく、はるかに遠く過ぎ去った過去のような気がした。昨夜一晩で何年かに匹敵する長く苦しい時間の重みに疲れ果てた挙句、事態を少しだけ遠くに突き放して眺めるゆとりを樹は今や持っていた。それは樹が戦い取ったものではなく、神が苦しんでいる者に例外なく与える意味のない休息であった。船津です。はい。おはようございます。いかがですか。すっかり気分は良くなった。熱もない。だがローマに立つのは見合わせる。延期でなく中止だ。君の方は行ってきたで。少しも僕に付き合う必要はない。せっかくヨーロッパへ来てパリ以外どこも見てないんだから、ローマくらい見てくるべきだ。1週間か倒壊してまたパリに戻ってくればいい。その上で僕はここからまっすぐ東京に帰ることにする。ローマへ私一人が行くというんですか。飛行機のキャンセルぐらい何でもないです。1日2日延ばしてすっかり風邪をお直しになってからお供しましょう。行きたくないんだ僕は。社長は診察の結果を気にしてらっしゃるんじゃないですか。僕はあの医者はどうも少しオーバーだと思います。僕は行きたくなくなったから行かないと言ったまでのことだ。君に行けというのは君が行った方がいいと思うからだ。君は自分のことばかり考えてみろ。行った方がいいだろ。ああ、ですが。ですがとは何。心配か。断る。いや、私は秘書として来ていながら社長と離れていていいかどうかということです。秘書を連れてくるならもっと気の利いたのを連れてくる。何も知らんから外国を見せてやろうと思ったまでだ。では私一人で行ってまいります。一週間お暇いただいてよろしいですか。一週間でも10日でもいい。いや、一週間で帰ってきます。口ではもっともらしいことを言ってはいたが、やはり一人でイタリアを旅行することは船津にはまんざらではないらしく、鎖から放たれたものの明るさがその背にはあった。船津には世話になっていたので何か返さなければならなかったが、これで返したことになるだろう。あまりゆっくりしていると返せなくなる。船津を送り出すと樹はホテルを出た。死と一緒に歩いていた。今まではいつも船津と一緒だったが、今は死と一緒だった。死は樹と一緒に、樹と同じ歩調で歩いている。樹は今その同伴者の正体を詳しく記入してある書類をトゥーサン病院に受け取りに行こうとしていた。ザ・ペーパーズ、ドクター・城崎。
メルジー、何を表しているかわからぬが、イツキには不気味な嫌な見物であった。少し紫がかっているインクの色までが、イツキには耐え難いものに見えた。長く見ていると嘔吐感が突き上げてくるようである。翌日と翌々日の2日、樹は一日中部屋に閉じこもって過ごした。昼も夜もなくなっていた。絶えず眠ったり起きたりしていた。樹が考えていることは自殺であった。自殺しなくとも一年しか持たない体である。何も死ぬことを急ぐ必要はないだろう。そう考えながら、いつか自殺に関する思考がそれにとって変わっていた。ご存知のくせに。死神の君がなぜ。あの方の顔をしているっておっしゃいますの。マルセラン夫人でしたわね、あの方。なぜだ。私はあなたなんですもの。あなたの分身、あなたの同伴者。はいはい。アロー、ムシスキー、アロー。はい、イツキです。騎士からの電話だった。
いつきは誰にも会いたくはなかった。誰からも顔を見られたくなかった。こんにちは。こんにちは。こんにちは。だがいつきは騎士という青年に自分の心が和らいでいくような親しみを前から感じていたのである。昼からステーキを召し上がるようなら心配ありませんね。そうですが、病気と食欲は違いますよ。いや、そんなことありませんよ。いや、今朝までは何にも食べる気にならなかった。ようやく今食欲が出たところです。まあ、いずれにしても結構なことですね。しかし、やっぱり病人ですよ。どうも病人であることを楽しんでらっしゃるみたいですね。楽しんで、そう聞こえましたか。いつきはふと、癌というドイツ語を辞書で引いた時のことを思い出した。ガンというドイツ語には確かにカニという意味があったと思う。俺の十二指腸にはカニが食いついている。今口に入れている肉片は十二指腸に食いついているカニを超えさせることになるのではないか。いつきさん、いつきさん、どうかなさったんですか。いや、カニを超えさせると思うからいけないのだ。自分はもう決して十二指腸からカニを取り除くことはできない。それならカニに負けないように食って食って食いまくるべきであろう。少しでも長く生きるために食うべきだと思う。私思うんですが、このまま船津さんが戻ってくるまでホテルにこもっておられることはいけないですね。思い切ってパリを出て一、二泊の旅をなさってみたらいかがですか。実は今度の土曜から日曜にかけて妻とブルゴーニュ地方へロマンの寺を見に行くんですが、よろしかったらご一緒なさいませんか。ああ、ブルゴーニュですか。ありがとう。あ、いらっしゃいますか。土曜日というといつになりますかな。今日が水曜日ですから、明日、明後日、その翌日、しあさってですね。そうですね。あるいは連れて行っていただくかもしれませんが、いや、今のところは。じゃあ、あさって一応電話してみます。これまでのようにホテルに閉じこもっていることをやめて、いつきはその翌日から毎日朝8時ごろホテルを出ると、一日中あてもなく街を歩いた。全く冬の装いをしたパリである。ホテルに閉じこもっているより、これといったあてもなく街を歩いている方がずっと気持ちが楽であった。第三者の目にはのんきに散歩している外国旅行者に見えるだろうと思う。だが死の問題からたとえ一時的であるにせよ、いつきは解放されているわけではなかった。死という同伴者がぴったりと身を寄せて、相変わらずどこへでも行くところについてくる。せいせい流転という言葉があったな。あれはどういう意味だろうと考えていた。人
人々は生まれ、そして死ぬということ。いくら死んでも、次々に生まれてくるということ。そうじゃありません？ただそれだけのことなんだな。分かりきったことだ。空の空。空の空なるかな。すべて空なり。思い出しまして。何だいそれは。何十年も昔、あなたご読みになった本ですわ。赤インクで筋を引いて、お父様と新しいお母様を憎んで、中学生のあなたが家出をなさった頃のことですわ。聖書だ。そんなこともあった。日のもとに人の労してなすところのもろもろの働きは、その身に何の益かあらん。世は去り、世は来たる。地は常しえに保つなり。日はいで、日は入り、またそのいでしところに会いに行くなり。思いもかけないことである。遠い昔、若かった頃、紡ぎ、またもつれたことも忘れ果てた記憶の結び目がほどけたように、いつきの唇から言葉が流れたのだった。いつきは昨夜見た夢のことを考えていた。一体俺は誰を待っていたのだろう。一体俺は誰に会いたかったのだろう。この世に生きてきて本当に良かったと思えるような誰かを、いつきは夢の中で求めていたらしい。お友達に飢えてらっしゃるのね。長い間そういう友情に飢えていることにすら気がつかずに来たのではなくて、仕事仕事仕事、朝から晩まで仕事果たしてどうかな。道路をこしらえ、橋を架け、ビルを作った。しかしあれが仕事かどうかだな。儲けのある仕事はやり、儲けのない仕事はやらなかった。あんなものが仕事と言えるものかどうか。金村建てた、蔵建てた、子供に水あめ買ってきた。こんなに寒くなるまで生きているなんて、随分かわいそうな虫ですこと。こんなに凍えて縮こまって震えながら生きているなんて。私は偶然自分の寿命を知ったが、私と同じように
わずかな寿命しか持たない人間が大勢いるはずだ。知らない方がよかったかもしれませんけれど、仕方がないわ。ただ人間は弱い生き物で、そのために生きにくくなってしまいますのね。そうだよ、本当に苦しい、たまらなく苦しいものだ。いくら逃れようともがいても逃れることができない。どうしたら自分の寿命を知らない人たちのように平静に生きることができるかと。信仰持ちになったらいいかな。信仰か。今のあなたには信仰しかありませんわ。確かに若い頃は聖書などというものを読んでみたことはあるが、僕は未だかって信仰など考えたこともない。一体何を信仰しろというの。苦の苦なることを信仰して何になる。そんなことよりは酒を飲んで苦しみを忘れた方が手っ取り早い。お酒を飲みになれば本当に苦しみが忘れられますの。馬鹿げたこと。この年まで神頼みをしたことのない人間がこの国を呼んでお祈りなどできん。あなたはまだまだですわね。まだ一年あると思ってらっしゃる。まだ一年、まだ一年と一年にすがりついてらっしゃるわ。ご自分では深刻ぶったおつもりでもまだまだですわね。その翌朝、五木が目覚めたのは10時過ぎであった。夜半に2時間ほど目を覚ましていたので、つい寝過ごしたのだが、いつになく頭が軽かった。五木は下腹部に手を当てていた。直に手を当ててみたのは、この時が初めてである。十二指腸と思われるあたりに手を当て、力を入れてみる。痛みはなかった。どこかこの辺りにカニが食いついているはずである。それは昨日までのように不気味には感じられなかった。人間というものは死の宣告にさえ慣れ合いになれるものだろうか。はい。五木さんですか。岸です。昨日お電話をする約束をしておきながらそれができませんで失礼いたしました。ああ、いや。いかがですか。いらっしゃいますか。ロマンのお寺を見に。ああ、ロマンの教会でしたね。連れてっていただきましょうか。いらっしゃいますか。それは嬉しいですね。今日12時頃出発しますが。結構です。では後ほど。五木は自分が素直になっているのを感じた。誘われればいかなることにも応じそうな、そんな素直さであった。ロマンの教会というのはまだ見ていない。死の問題は死の問題としてひとまず向こうへ押し合っておいて、この際見ておくのも良いだろうと思った。
伊月さん、お待ちになりましたか。いやいや、すいませんが、もう少しお待ちになってください。車2台で行くことになったんですが、家内の方が少し遅れますので。あ、どうぞ。すいませんでしたね、わざわざ迎えに来ていただいて。いや、家内も大喜びでして、今食料品を仕入れに行ってます。まだお目にかかってませんが、お若いんでしょうな、奥様。ああ、若いんでしょうはないな、若いに決まってる。かけませんか。ああ、いや、ちょっと見てきます。まったく何をしてるんですか。いつもこうなんです。待たせるのが当たり前だと思ってるんです。こんなところだけはだんだんフランスの女に似てきます。仕方がないでしょう。僕のことだったら気にしないでください。喫茶に体を預けてどこへでも連れて行っていただくし、待つことがあればいくらでも待ちますよ。いや、本当にすいません。いや、皮肉づいたんではない、本当のところです。ああ、また見てきます。ああ、遅かったな。さあ、家内です。騎士がいろいろご厄介になっております。どうぞよろしくお願いいたします。ご厄介になったのはこちらです。今日はまた。じゃあこれで出発だね。あ、もうちょっと待ってくださる。どうしたんだ。あのね、大丈夫かな。本当に10分って言ったんだね。え、じゃあ30分だろうな。そんなこと、何ですか。お子さんのこと一言言ってくればいいんですって。うちを出るとき言ってくればいいのに。そんなことおっしゃったって仕方がないわ。言うの忘れたんですもの。忘れるのがいけないんだ。まあ偉そうに、ご本人の前でおっしゃる。すいません、一緒に行く方がちょっとお家に戻られましたが、すぐ戻ってまいりますので。女の人を連れて行くとなるといつもこうなんです。パリの街を離れるまで安心できません。必ず忘れ物を思い出すか用事を思い出すから。あなただって引き返したことあってよ。主人の場合は人にはお話できませんでしたの。ひどいノイローゼで外出のたびに戸締まりが気になって引き返すんです。最近やっと治りました。わかったわかった。ノイローゼ、それはいけませんでしたね。言葉が不自由でございましょう。それで男の方はしばらくの間大抵ノイローゼ気味になるんだそうですの。ホームシックになったり、やたらに奥さんに辛く当たったり、いろいろな方があるそうですけれど、主人のは戸締まり恐怖症でしたの。いや、どうもとんなところで肩口をされましたが、大体女の方がずうずうしいんですね。女はめったにノイローゼにはかかりませんが、男の方はどうも外地生活の最初の1年目がいけないようです。なるほど。やっぱり言葉でしょうね。相当に自信があるのでも、最初の1年目は目立ってイライラしています。ただ女の方はその代わりにかかったらもう始末に及びません。日本へ帰る以外に仕方がありません。青い顔をして世を呪うようなことばかり口走ります。そのうちに亭主まで呪ってきますからね。そうらしいのね。いや、君だって多少その気味があったんだよ。あら、ひどい。私はそんなことありません。ひどいわ。一週間に一度郊外をドライブするとか、一泊旅行に出かけるとか、そうしたことがいいようです。あら、誰に。そんなわけでロマンのお寺回りも始めたわけなんです。あら、お寺回りを言い出したのは私じゃありませんか。いや、そうじゃないよ。そうよ、初めあなたが嫌がってらしたの。私が無理に引っ張り出しましたの。いいですね。お二人の話を聞いてると本当に本当に明るく楽しくていい。もう来る頃ですわ、見てまいります。じゃ。夫婦が揃って旅に出るのはいいものだと伊月は思った。俺は亡くなった妻の義恵が一緒に二三泊の旅行を従っていることを知っていた。しかし決してそれに応じなかった。人並みの新婚旅行もしなかったし、一緒に熱海にさえ行ったことがなかった。何しろ忙しかった。しかし、本当に忙しかったのか。忙しかった。しかし
たまに一泊の旅行ができないほど忙しかったのか。いつきは亡き妻のことから思いをそらそうとした。自分が苦しい自分に自分と一緒に生きた妻のことを考えるのはつらかった。妻は北陸の海が見たいと言った。他の海ではなくて北陸の海という限定されたものを見たいと言ったのだ。どうしてあんなに北陸の海を見たがったのだろう。きっともうこの海を見た以上はいつ死んでもいいと思うようなそんな海があるに違いない。妻はきっとそんな海を見たかったのだろう。若くて死ぬくらいだからたまらなくそんな海が見たかったに違いない。とても待っちゃいられません。先に出かけることにしました。家内の方は後から来ます。本当にお待たせして申し訳ありませんでした。いや、ちっとも。お茶でも上がりませんか。お疲れになったでしょ。いや、私は乗ってるだけですから大丈夫ですが、休みましょうか。あなたの方が疲れるでしょう。いかがですか、ブルゴーニュの平原は。いいですね。日本でいうと関東平野というところでしょうが、ここは都会がたくさん散らばってますからね。じゃあ目障りな都会がなくていい。この辺りはまだ入り口ですが、明日オータンクルニューとだんだん平原の奥深く入っていきますと、ブルゴーニュの本当の良さが分かってきます。なるほど。ブルゴーニュの農民の人たちの顔はマリアやキリストにもなってるんです。ロマンのお寺のキリストは村長さんの顔であったり、マリアは村一番の働き者のおかみさんの顔だったりするんです。このブルゴーニュの平原はこれまでご覧になったような起伏で東や南にどこまでも広がってるんですが、やがてジュラ山脈にぶつかります。そこの山間部の街道に第二次大戦で対ナチスのゲリラをやって死んだ農民や青年たちの墓がありましてね。ほう。その近くの断崖に大きな女神の像の記念碑があるんです。風に髪を飛ばして颯爽たる顔を渓谷の方に向けてるんです。その像の下に我死するところに祖国よみがえるって刻んであります。ルイ・アラゴンの言葉で産業に刻んでありましてね。我死するところに祖国よみがえるですか。墓には農村の青年たちが葬られ、その魂を守る女神の顔は農村の娘たちの顔なんです。そこへ行けますか。明日行くのは少し無理でしょうね。
その次にパリにいらした時ご案内しますよ。いや、今の話だけでブルゴーニュの農村も農村の人たちも好きになりましたね。僕は短期間ですが、一兵卒として大陸で戦った経験がありますが、人間にはいろいろな死に方がありますね。病気で死ぬ死に方もあれば、戦争で死ぬ死に方もある。僕らのは故郷を守るために戦ったブルゴーニュの農民たちと違って、隣の国に押しかけてやった戦争ですから、我死するところに祖国よみがえる、そういう死に方はできなかったでしょうが、しかし大勢死んだ。僕など戦争で死ぬべきだったかもしれません。それを今日まで生きてきて。抜いていきましたね。あれですから。奥さんですか。そうなんですよ。叶いません、ああいうことをしますから。すごいスピードだった。無茶ですが、車もいいんです。奥さんの運転ですか。ああ、よく見えなかったんですが、家内じゃないと思います、あの運転は。もっとも女は調子に乗り出すと何をしでかすか分かんないところがありますからね。遠くに丘が見えてきたでしょうか。あれがベズレーの丘です。部落が麓から中腹にかけてありまして、丘の上がサントマドレーヌ寺院です。車がありませんね。上まで行ったようです。こっちも行ってみましょう。ちょうど夕暮れの景色が見られます。いい教会でしょう。中は明日ゆっくり見物することにして、裏行ってみましょう。きっと裏の方にいると思います。ああ、あそこにいます。いつきは騎士の後にはついて行かずに、二人の女性のいる場所から少し離れたところを目指した。騎士夫人への挨拶は後回しにして、先に平原を眺めさせてもらおうと思ったのである。辺りはまだ明るいが、平原にはすでに夕闇が迫ろうとしている時刻であった。いつきの頭の中には、この風景を見た時不意に走った一つの言葉がまだ長い余韻を残して消えなかった。この夕闇迫る平原を見たとき、いつきの頭を不意によぎった言葉、いや、思い。それは、
死の夕暮れということであった。お先に来てしまいましたわ。いや、見事に追い抜かれましたね。ご紹介します。こちらマルスラン夫人です。こちら五木さんです。五木がほとんどもう少しで声を上げるほどの驚きをようやく抑えているうちに、では参りましょうか。紹介もそして挨拶もごく普通の儀礼通りに済んだ。五木の内部の動揺は誰にも気づかれなかったはずである。これまで何度かお会いしています、そういう言葉が口をついて出そうになるのを五木はようやく押しとどめた。お料理が美味しゅうございますかね。ええ、それとこの地酒の味、ブルゴーニュのワインは旅をしないと言われていますが、その通りだと分かりますね。いかがですか、五木さん。結構です。なるほど、これを味わうには人間の方からここへ旅をしてこなきゃいかんわけですな。いかがですか、やっぱりここに別荘お持ちになりません、あのお城。いいですね、あれは。正確に言えばシャトーではなくてマノワールと呼ぶべきなんでしょうが。マノワールって何ですか。話題になったのは教会の脇に立っている売り屋である。マルセラン夫人が今度の旅に加わった目的の一つは、騎士夫婦が去年見つけた売り屋の館を下見するためだったらしい。マルセラン家ならこうしたところに一軒あってもいいですね。さあどうでしょう、あのお化け屋敷。お化け屋敷ですか、あれは。そう思いになりません。あそこを買ってあそこに住んだらみんなお化けになってしまいそう、うん、それだけの古さがあるような館でしたね。マルセランさんがお買いにならなければ五木さんお買いになりません。そしてお化けになりますかな。というものも使い方でこんなになるんですね。ここで面白いのは中東の彫刻です。何百あるかわからないので全部はとても無理でしょうが、まあ一つご覧になってください。Thank you.
中東の彫刻はほとんど全てがこの地方の農村の行事や生活を端的にユーモラスに表現したものか、でなかったら完全懲悪物語を主題にしたものであった。完膚完膚や欲不可の男女は痛めつけられ、笑いこける鬼たちの前に惨めな姿を晒している。反対に正直者や働き者は祝福され、収穫物の袋と大勢の子供たちに取り巻かれ、太陽の輝く下にいる。お疲れになりましたでしょ。あんまり熱心に彫刻を見上げてらしたからですわ。肩を揉んで差し上げましょうか。とんでもない、大丈夫ですよ。あなたにそんなことをさせては罰が当たります。まあ静かですね。本当にこの地上にこんなところもあるんですね。奈良や京都の古い寺へ行くと、日本にもこんな静かなところがあるんでしょうが、残念ながら私は知らん。忙しい忙しいで来ましたからね。差し詰め、私なんか鬼たちから丸田んぼを口の中へ突っ込まれる方です。欲深めってわけです。昨日ものすごいスピードですり抜けていった時も、マルセラン夫人が運転していたのだろうか。ちょっと信じがたいが、夫人にはそうしたところがあるのかもしれない。いつきは昨日と同じように騎士の車に乗った。オータンの教会を見てから、また1時間余り走り、小さな部落に入ったところで、一行は昼食をとった。騎士が前に寄ったことのあるレストランだという。メンバー交代いたしましょうか。騎士さんには奥様をお返しすることにして、いつきさんは私がご案内いたしますわ。気分が変わってよろしいでしょ。そうしましょうか。ではお言葉に甘えて。私、気をつけて運転しますから、ご心配なくどうぞ。いや。いや、こうしてドライブしてると、ロマンのお寺の良さがだんだん分かってくるようです。連れてきていただいて本当によかった。私は飛び入りでしたけれど、ブルゴーニュがお気に召してでございましたわね。これからトゥルニュまで30キロ、いよいよ最後のコースですわね。うん、
最後ですね。ベズレー同様、オータンでも樹はたくさんの彫刻を見た。だがマルセラン夫人が最後にふと指さして、いたずらでも思いついた時の表情で一番好きですと言ったイブの浮き彫りは、その明るさで樹に暗い自分の青春を思い出させた。なぜ自分は明るく楽しくリンゴをもぎ取ることができなかったのか。ベズレもオータンもいいと思いましたけれど、ここの方がずっと落ち着いてますわ。そうですね。これもブルゴーニュのマリアですわ。そうだね、おっかさんという感じだね。本当、働き者のマリアですわ。騎士が何か言ったようである。次の見どころへ行ってみましょうという声を遠くからかけていったようであった。しかし樹はもう少しこの静かな雰囲気の中に身を置いていたかった。もう永遠にここにいてもいいというような理解しがたい切実な欲求であった。石以外の何物も使われていない建物の中に立った。いつきはこここそ自分のいるべき場所であるという思いが突き上げてくるのを感じる。ベズレーでもオータンでも感じなかったものである。古い石で囲まれた空間に小さな長方形の窓から差す光線、石の表は床であれ柱であれ、はっきりとそれが経てきた歳月の長さを表している。石は老いていた。ああ、ここにいたいな。樹はそう思わずにはいられなかった。本当に私もここにいとうございますわ。あ、何か言いましたか？今おっしゃいました、ここにずっといたいなって。あ、そうですか。私もちょうどそう思っていたところにおっしゃったので驚いてついお返事してしまいましたの。あ、そうですか。あの方がここにいたいとおっしゃるのと、あなたがここにいたいとおっしゃるのとでは天と地の違いがありますのに。多分な。あなたは私をお選びになったんですものね。
ここまで来てあなたにも死が怖いものでないことがお分かりになりましたでしょう。この静けさは死そのものだというのか。悲しみも喜びもない、愛も憎しみもない、ただ静かなだけ。死というのは何にもなくなること。このキャテドラルのこの静けさに溶けてなくなってしまうこと。この建物はそういうことをここへ足を踏み入れたブルゴーニュの農村の男女に教えたというのだな。騎士ご夫妻が待ってらっしゃいますわ。もう参りません。どうも。木靴ですか。ええ、この地方の木で作ったんじゃありませんかしら。かわいいでしょう。誰かにあげようと思いまして。私も買ってこうかしら。いや、夫としてはその買い物には意義ありだね。あら、どうして。これサボって言いますの。サボタージュ、対応ですか。あの言葉はこっから出たんだそうですの。なるほど。それで騎士家のご主人としては意義ありというわけですな。何しろそれを履くと動作が緩慢になります。それでなくても我が家は片付かなくて困ってるんですから。まあひどい。日本人は働きすぎるそうですし、僕もサボと人形を買いますかな。サボと人形を3つ包んでもらってください。どれでも結構です。はい、私選んで差し上げましょうか。お人形選ぶの大好きなんですから。それはありがたい。お嬢様方へのお土産ですか。いや、サボは騎士夫人が、人形はマルセラン夫人が選んでくれたものである。それは自分の人生において最後の楽しい旅の記念ということである。今度のヨーロッパ旅行で整えた土産物のうちでこれが一番大きい意味を持つ。私来年の春主人と一緒に日本に行けるかもしれません。おお、日本へ。今度帰ったらどこよりも伊那に行ってみとうございますわ。お生まれは。東京でございます。ずっと東京でしたけれど、戦争中に1年ほど伊那に疎開して田舎で過ごしましたの。小学校1年から2年の頃でしたわ。毎日モンペを履いて学校に通って。そうですか。モンペを履いて通ったんですか。伊那をご存知でいらっしゃいます。知りません。私疎開したのは伊那市でしたけれど、近くに高遠っていう町がございましたの。そこの城址の桜は有名なそうで、春になると一面花で埋もれますの。高遠の桜ですか。もしかしたらご一緒に日本の桜が見れるかもしれませんわね。もしそうなったらどんなに嬉しいでしょう。はあ、すいません、妙なことを考えておりました。さっき総野川の岸に立った時に論語の言葉を思い出しました。行く者は格のごときか昼夜を置かず。遠い昔、
中学時代に習った論語の一節だったと思う。行く者は格のごときか昼夜を置かず。人間の流れも川の流れと同じように時々刻々昼夜の別なく流れてやまないのであろう。楽しい最後の旅は終わった。おとといパリを経ったのである。大して長い時間は経っていない。しかし実に長い長い旅であったような気がする。すべてが現実の出来事ではなく夢のようである。マルセラン夫人の顔も、マルセラン夫人が口から出した言葉も、そのどの一つを思い出しても現実のものとは思われない。限られた命を生きている自分に神が最後の贈り物をしてくれたのではないだろうか。おかえりなさい。フロントで聞きましたが、ブルゴニュ地方にいらしたそうですね。いかがでした？楽しかった。君の方は？おかげさまで大変愉快でした。イタリア中を駆けずり回ってきました。そう。すっかり安心しました。お顔を見るまでは心配でしたが、見違えるほどお元気になっておられますね。そうか。それは君の方だろう。いいえ。長い間勝手をしまして、本当に愛すいませんでした。お寒くありませんか？うん、お寒いようでしたら毛布出しましょうか？寒くはない。暑いくらいだ。お飲み物は？欲しければ自分で頼むからいい。はあ。時差によってかき乱されている机上の時間の中で、いつきの頭を絞めていたのは船津の知らぬ医者のことであった。その医者が誤って自分に渡した書類のことであった。日本の病院宛にしたためられた紹介状である。手術の不可能なことを予告した診断書である。これさえなければ自分は呆然と日本で自分を待つ時間の中で生きていけるだろう。これさえなければ
社長、もう30分ほどで羽田へ着きますが。ああ、お顔色が悪いですね。なんともない。そうですか。そろそろお支度をと思って。大丈夫、君は自分の支度をした方がいい。構わんでいい。あ、いつきは寝床の中に横たわったまま、久しぶりの小野が寝室における目覚めを楽しんだ。自分でも驚くほど帰国第一夜をよく眠った。目覚めたのは10時である。やはり人間、眠りだけは自分の寝室で取らなければならぬ。自分の城である。自分は結局この部屋で死ぬことになるだろう。病院の一室で息を引き取るよりここの方がいい。おはようございます。ごゆっくりでしたわね。お休みになれました？よく眠った。9時に会社から電話がありましたけど、お起こしませんでした。もう電話よこしたのか。車を何時に回しましょうか。今日は社員やで、昨日帰ったばかりだ。だってこの前ヨーロッパからお帰りになった時に、翌日すぐ重厄介を招集なすったでしょ。昨日羽田で皆さんそうおっしゃってらしたわ。皆さんって誰だ。会社の方、坂上さんや添島さん。だから皆さんそのつもりで。とにかく電と言ったらで、ね、だから会社に後でそう電話で言っといてくれ。はいはい、じゃあ今のうち電話しましょう。すいません、ちょっとレコお願いします。はい、レコちゃん、もうちょっとご用だからね。いい、待っててね。おとなしいね。緊張してますわ。キクはもう咲いてないかな。さあ、もう散ったでしょ。なぜ。レコに見せてやろうと思った。多分自分の見ることのできる最後の菊だろうと思う。もし来年の秋まで生き延びて、菊の花の流れる冷たい空気の中に眠れるなら幸せである。丈夫で生きるんだな君は。10年経つと10歳、20年経つと20歳だ。10歳の玲子は想像できたが。
二十歳の玲子は想像できなかった。バラのように派手でなくてもいい。だが菊の花のように清らかに咲いてほしい。お父様、お電話です。疲れて休んでると言ってくれ。ええ、でもぜひっておっしゃって。堀川大六さんって方ですって。え、堀川。ああ、あの堀川君か。よし、出よう。ごはんよ、レイちゃん。何？ごはん？だろうと思うんです。はっきりとは言わないが、奥さんは医者からそう宣言されたらしい。本人の津波君はもちろん知らないで言うんですが。もしもし。うん、がんね。あの元気な津波君は。仕事で南方を2年ほど飛び歩いていたでしょう。その無理がたたって結局手遅れになったらしい。もしもし。聞いてます。本人は今でも元気なんですが、この間見舞いに行きましたらあなたの話ばかりしていました。一度見舞いに行ってやってくれませんか。行きましょう、今日。いや、何も今日でなくても。今日は会場休んでうちにいますからちょうどいい。明日となるとまたどんな用事ができないものでもない。今日行きましょう。じゃあ、よく来てくれました。起きてらっしゃるんですか。いや、起きるぐらい起きられますよ。ああ、どうです、具合は。すごいのに取り憑かれちゃって。すごいのって。癌ですよ。いや、どうしてそんなことが分かります。医者を問い詰めましてね。健康に異常があるということは気づいていたんですが、何しろ外地の生活でしたし、つい放っておいたんです。そして疲れると酒の強いのをガブ飲みして。これじゃいけませんよ。若い時からズボラで押し通してきましたが、とうとうそのズボラに復讐されてしまった。誰も恨みません。あと1ヶ月は難しいと思うんです。あなたと会っておきたいと思っていたが、会えてよかった。しかし落ち着いていられる。立派ですね、あなたは。いや、聞いた時はさすがにへとばりましたよ。まあ、いくらへとばったってどうしようもないので諦めちゃいました。この諦めがいいというのは、しかし事業家としては欠点ですな。このおかげで私はとうとう仕事の方では対戦しなかった。そこへ行くとあなたは私と違って粘りがある。さあ、それはどうか。いいんですか、こんなに話をしても。いや、構いません。あいにく家内が用足しに出ていてお茶も出せませんが、でも家内がいなくてよかった。家内はまだ私がガンだと知らないと思ってるんです。一度誰かと本当の話をしたかった。あなたが来てくれてよかった。そうですか。いや、残念ですね。もう少し生きていていただきたかった。いや、お忙しいのによく来てくださった。また来ますよ。いや、それには及びません。
今日会って話ができたことでこれで十分です。本当にもう来てくださらなくてもいい。今日を最後にしておきましょう。そうですか。そうですね。私もこれから忙しくなりそうだ。お見舞いに伺うつもりといってもなかなかその時間ができないかもしれません。おっしゃる通り今日を最後にしておきますかな。樹君、王とよもや健康に異常はないでしょうな。いや。そんならいい。じゃあ長生きをしていい仕事をしてください。あの病室のベッドに座っていた人物は須波ではなくて俺だったかもしれない。そう思った時、初めて哀恋の情が心に迫ってくるのを感じた。それにしても手を握った時、須波はどうしてあのようなことを言ったのか。何かそう言わせるようなものをあの時の自分は持っていたのだろうか。お父様何してらっしゃるの？何もしてない。考え事だ。今晩無事に帰国をしてお祝いをします。私のところもキヨちゃんのところもそのつもりで早く帰ってくると思います。今晩か。今晩は困るな。あら、お家にいらっしゃるんでしょ？いや、夕方から会社へ出る。明日でいいだろ。でもキヨちゃんたちは明日帰るんじゃないかしら。もう一晩いればいいじゃないか。何も一日早く帰ったからってどうってことあるまい。じゃあそう言いますわ。夕方になったら家を出なければならなくなった。こんなことをしていたら先が思いやられる。パリにいた方がずっと気持ちは休まっていた。どうせ外出しなければならぬならもう一度須波に会いに行こうか。そうした考えが不意に頭をよぎったが、いつきはすぐそれを向こうへ押しやった。もう最後の別れをしてきたんではないか。昼間行った病院もう一度やってもらおう。はい。このままで失礼しますよ。どうぞ。いや、さっき何も話をしないで帰ったような気がしましてね。そうですか。私もあなたが帰ってから何にも話をしなかったっていう気がしましたよ。不思議ですね。いや、よく来てくれました。お別れしたのにまたやってきたのはあなたの現在の気持ちをお聞きしておきたいと思ったからです。お年の、うん、どうぞ聞いてください。何でも、何を聞いてくださっても結構ですよ。今はもう本当に思ってることしか言えませんので、あなたが望んでいる言葉が出るかどうかは分かりませんな。変な質問ですが、気を悪くなさらんでください。あなたにもし1年の健康な時間が残されていると仮定したら、あなたはどういうことをします？そうですね、私は禅をやりますね。禅ですか。仕事についてはどうお考えですか？仕事って会社の仕事のことですか？そうです。仕事ね、
病気になりましてから急に仕事が遠く行ってしまいましてね、何と言ったらいいか、不意に仕事に取り組んでいく気持ちを失いました。自分は一生間違った生き方をしてきたんじゃないか。そうでしょうか。もちろん生きていく以上仕事はしなければならない、が何も仕事の鬼にならなくてもいい、そんな必要はなかったんじゃないか。まあ偽らずに言ってみればこんな気持ちです。私は事業家として一生不運につきまとわれたと思ってきましたが、私が大成しなかったのは不運ではなくて、結局本当の仕事の折ではなかったためだと思いますよ。ということは、あなたがこれまで生きてこられた過去は失敗だったとお思いなんですか。他の生き方をすべきだったということになりましょうね。はっきり失敗だったと思いなんですね。失敗でした。確かに失敗でした。じゃあもし人生のやり直しをすると仮定したら何をします。さあそれは分からん。さっき言ったように一年の寿命を許されるとしたら禅をやります。一生をやり直せと言われたら、さあ何をやりますかね。清潔な生き方がしたいですね。他人のことをもっと考える生き方、人を押しのけて自分だけがのし上がろうとするのは嫌だ。金、金、金と金を追いかけていました。少しでも偉くなろうとあくせくするのも嫌だ。一生何かに縛られていたんです。金、名声、幸福、みんな大したもんじゃない。本当の生き方がしたかった。ところが一体どんな生き方が本当なのかわからない。分かったら今言いますが、ちゃんとあるはずだと思います。お疲れでしょう。お許しましょう。鳥が鳴いてるのを聞いて、ああ鳥が鳴いてるなと思うような、花を見て、ああ咲いてるなと思うような、そんな生き方。津波さん。いや疲れました。ごめんなさい。あれは津波ではなかった。一年後の自分自身に他ならなかった。そう感じた時から、いつきは昔の先輩を見舞いに来ている自分の立場を忘れたのだ。津波の言ったことは、自分はパリ以来漠然と感じていたことばかりであった。しかし俺はあのようにはならないだろう。俺は一生仕事仕事で生きてきたのだから、仕事で押し切るべきなのだ。死のことを考える暇がないほど仕事で毎日を塗りつぶすことだ。翌日、いつきは久しぶりに会社の建物へ足を踏み入れた。おはようございます。どう
社長、会議の支度ができましたが。うん。要件は雑多だった。仕事関係も指示もある。いずれにせよ、これも樹の健康を前提にしたものばかりである。仕事と名のつくものが、自分の体にも心にも落ち着かないでこぼれ落ちていく感じである。郷里の信濃へ出かけたのは、帰国して半月ほど経ってからである。信濃へ入ると、窓外の風景は白い雪の装いに変わった。樹にとっては、久方ぶり目の当たりにする親しい眺めだった。ただいま帰りました。お帰りなさいまし。お疲れでしょう。何時に東京を出しでしたか？朝8時です。6時間かかりました。お母さんも元気そうですね。何時に東京を出しでしたか？ああ、8時です。結局6時間かかりました。そうですか。そうそう、清子さんの方はまだ赤ちゃんができませんか？いや、どうやらできたようです。それはそれは。いらっしゃい。宮沢のよっちゃんです。お世話いただいています。それはそれは、よろしくお願いします。今朝何時に東京を出しでしたか？え？今朝の8時です。そうですか。そりゃお疲れでしょう。清子さんまだ赤ちゃんができませんか？ああ、どうやらできたようです。それはそれは。よっちゃん、お茶、いいお菓子買っていたでしょ。いいわ、私取ってきます。同じことばっかりおっしゃるでしょ。うん、驚いたよ。でもうちのおばあちゃんだってそうよ。おばさんのはちょっと人よりひどいだけ。ただ困るのはね、お金の価値が昔と変わってるのがちっともわかんないの。お香典を昔100円もらってるから100円返せばいいと思ってらっしゃる。香典？そうなの。不幸があると自分でお香典を持ってさっさと悔やみに行ってしまうの。それは困るね。だがよそからいくらもらってるかどうしてわかるんだろう。昔の香典帳、肌身離さず持ってて。ほう。僕には記憶に赤ちゃんができたかどうか、そのことばかり聞いてた。そうでしょ。若い娘さんだといつお嫁に行くかということ、お嫁さんはいつ赤ちゃんができるか、お嫁に行くことと子供を産むことと、それからお香典なの。なるほど。気をつけないと転ぶよ。大丈夫。しかし元気だな。達者のものだ。お父さんも私を残していくのは心配だ心配だと口癖のように言っていましたが、いつまでもこうやってぬくぬくと生きています。
お父さんも呆れてるでしょう。本当にお父さんはあなたを後に残すのが心配だったでしょうね。その点でも僕は親不孝だった。ここにこうしてると風が当たらなくてあったかだこと。おお。そろそろ夕食になろうというとき、弟の大助がやってきた。大助は名古屋の下町で開業している。伊和人実と言われるが、大助には身をもってそれを実践しているようなところがある。いつきが大助に会うのも一年ぶりのことである。よう、遅くなって。よく来られたな。医者っていう商売からなかなか抜け出せなくてね。お、体が悪かったってどうなんだ。旅行は途中で切り上げてきたが、大したことはなさそうだ。病人の顔はしとらん。大丈夫。じゃあ先に風呂入ってくるよ。久しぶりで田舎の酒をゆっくり飲もうや。すぐお酒にしますか、お風呂ですか。お風呂が先。お風呂が先。お母さん、これで二度目ですよ。こっちがちゃんと話したことは頭のどっかに置いとかなくちゃいけないな。困った頭だ。本当に困った頭ですよ。お医者さんのあなたが見て直してくださいよ。冗談じゃない。そんな頭直せませんよ。特別な頭なんだから。あ、それ履き替えを出してよ。はいはい。二人のやり取りを聞いていて、いつきは心に温かいものを感じていた。弟の大助は偉いと思う。義母がこの家へ初めて姿を現したとき、それは大助にとってもショックだったはずなのに、いつきのように家を飛び出したりせず、父とも義母とも折り合いよくやって、いつきに代わって家の中に波風の立つのを防いできたのである。ついにお母さんのお看板か。ああ、もういいよ。それよりここに座れよ。そうですか。それじゃあ。あ、はい。よっ、よっ、よっ。頭が壊れかかっていても、義理の息子たちへの遠慮だけは忘れないでいる。こんないい義母が、若い時、どうしてあのように憎く、汚らわしく見えたのだろう。いつきは、義母に優しい言葉をかけた記憶も、笑顔を見せた記憶もないことを、寂しく思った。若い時というのは仕方のないものだな。俺もおふくろさんには随分邪険だった。今考えると冷や汗が出る。大丈夫。みんな忘れちゃってるよ。ねえお母さん。何をですか。兄貴はね、若い時お母さんに辛く当たったことを今詫びてるんだ。辛く当たったことなんてあるもんですか。お兄さんの方は優しかった。あれ、じゃあ俺の方がまるで優しくないみたいじゃないか。そうですね。どちらかといえばやはりお兄さんの方が優しかった。嫌になっちゃうな。冗談じゃないよ。
兄貴が家を飛び出した時、お母さん泣いてたじゃないか、土蔵の横で。それを俺が慰めたんですよ。そんなことがありましたか？いつのことです？まさかそんなこと。こうなんだから、人生は全く不公平だよ。兄貴の方がいいくじを引いてる。そうだな、俺の方が丸儲けだ。しかしいいな、人生というものは。人間が自然に老いていくということは本当にいいものだ。恩愁も消え、愛憎も去り、結婚、出産、香典になる。神様はちゃんと考えててくださってる。そういうようにして人間を終着点に持っていく。いつきは突然突き上げてきた感動に揺すぶられた。今にも声を上げて泣き出してしまいそうな強い感動だった。兄さんも年だな。おふくろにかばわれたことがございるようじゃダメだよ。寝たかい？いいよ。俺はね、最近思うんだが、男はその父親が生きた年まで生きなければいけないんじゃないかと思うんだがね。そら生きようと思っても生きられないかもしれない。しかし生きようと思うべきじゃないのかな。どうして？どうしてってやるとも困るけど、最近そんな気がするんだ。医者をやっててあんまり人の死にぶつかるせいかね。うん。親父はこの家で72歳まで生きた。親父の年になって親父が何を考えていたか知ってみたら面白いと思うんだ。うん。俺たちが思ってるより晩年の親父はもっとマシなことを考えていたんじゃないか。72歳には72歳の思想もあり知恵もあるだろう。まあ、それは親父の年まで生きてみないとわからない。そう、子供というのはおそらくそうすべきなんだろうな。君は生きろよ、親父の生きてた年まで。俺もそう務めよう。2月に入ったばかりの日、いつきは須波浩太の葬儀に参列した。寒い日であった。社長。お出かけになったと入れ違いに。お葬式寒かったでしょ。泣いてるじゃないか、玲子。だって聞かないんです、この頃悪くなって。いかんな。あら、ちょっと風邪気味だ。
休む。まあ、じゃあすぐに、ね、すぐお休みになった方がいいわ。いいから、君は玲子を見てやりなさい。厳しいしつけはまだ早すぎるんじゃないのか。玲子の顔を見たくないことはなかったが、自分の部屋で一人になっていたいという欲求の方が強かった。俺はもう自分のことしか考えられなくなっているんだな、と樹は心の中で言った。すぐお休みになった方がよろしいのに。寝よう。そうなさいますよ。起きてらっしゃるんでしたらお部屋温めます。その必要はない。じゃあお着替えになったら。いい、自分でする。本当に早くお休みになってください。お父様。分かった。日一日と人間嫌いが強くなっているのが自分でもわかる。社の後継者の方も今のうちに決めておくべきだが、自分の体の秘密がすぐ分かってしまいそうだった。それが怖かった。お休みのところをお邪魔いたします。玄関でお目にかかってすぐ失礼するつもりでしたが。いいじゃないか、しばらく話していくよ。は、用事か。は、用事というほどのことではありませんが、パリのマルセラン夫人からことづてが。マルセラン夫人がどうしたというんだ。あ、岸さんがですね、この正月10日ほどの予定でパリから帰ってきて会社へ訪ねてまいりました。そしてマルセラン夫人からのことづてだと言って、夫人が4月初めに日本へ帰ってくること、その時できたらご一緒に高遠へ桜を見に行きたいということ、この2つを伝えて帰りました。誰へのことづてだ。もちろん社長へです。じゃあなぜ岸さんが帰ってきた時に連絡しないんだ。お休みになっていらっしゃるのにわざわざご連絡するのもと思いまして、代理で私が会っておきました。僕はあの人に大変世話になってる。君などに代理で会われては困る。すぐ岸さんに連絡したまえ。時間いつでも作る。それがもう帰りました。帰った。パリか。そうです。仕方ない。それからマルセラン夫人はブルゴーニュの旅が非常に楽しかったと岸さんに会うたびに言っているということでした。うん。マルセラン夫人とシナノへの旅を終えるまでは何としても今の健康状態でいたい。その後はもうどうなってもいい。その思いは今までどんな女性に対しても持ったことのない激しいものであった。樹は気づいていなかったが、その激しい思いは絶望にも祈りにも通じていた。大変なことになりました。
私の監督不行き届きで申し訳ございません。僕はまだ何にも聞いておらん。はあ、実はいろいろなことが重なりまして。一体何が起こったんだ。どうもご報告申し上げられないような事態になっております。話してくれ、聞かねば分からん。はあ、申し訳ありません。北陸の九頭竜川の築堤がいけません。昨年秋の集中豪雨だろ。は、はあ、どのぐらいだ。現地では大したことはないというのを信用していたのはいけませんでした。損害を隠しといて2期3期の工事で埋め合わそうとしたらしいんですが。だいくらだ。はあ、それが8億ほど。8億。え、はあ、おい、それだけじゃ甘い。はあ、築堤の8億のほかに九頭竜川の築堤工事で8億円の損失、日本橋貸ビル工事の未収金が3億5000万、それに機械購入費3億の銀行利子に追われているという。これだけ揃っていれば簡単に会社は潰れるだろう。明日潰れても不思議はない。おバカ者。こうした事態を招きました責任は。何、今責任だと言い出して始まるか。明日朝8時、幹部会を開く。はあ、会社をこういう死にに置いたことを今とやかく言っても始まらん。この難局をいかにして切り抜けるか、全ての問題をその一点に絞っていく。重ねているが、今度の事件は一切極秘にすること。最初に九頭竜川の工事から始めてもらいます。この度のことは全て私の責任でありまして。生意気にな。何日の何時何分に台風が来て工事がどんな被害を受けたか、そこから話せ。は、何もかもさらけ出すんだ。ありがとう。ちょっとめまいがしただけだ。ああ、もう下がった。心配かけてすまん。ところで例の件だが。何より当座をしのぐ資金の手当てが先決であった。その峠が越えられれば樹は起死回生の賭けを試みる決心だった。社長、このところ無理が続いています。今日はもう大丈夫だと言ってる。いや、しかしくらいの無理で倒れるような俺じゃないよ。とにかく残りの金は俺が作ろう。はあ、それは俺の土地で1億、手持ちの金が5000万、それで当座はしのげるだろう。しかしそれでは社長が。金も土地もなくなって結構、帰ってさっぱりする。どうせ死ぬ時は持っていけ。
会社の不沈をかけたペルーでの仕事が契約の大詰めに入ったのは3月の初めである。樹はこの仕事の現場に船津を抜擢するつもりだった。この一月ずいぶん無理をなさったのね。めまいでしょう。またまだ大丈夫だ。このペルーでの仕事をまとめるまではやれる。この賭けが成功するかどうか俺は結果を見届けたい。会社のことにかまけてもっと大事なことを忘れていらっしゃるわ。例えばマルセラン夫人と高藤の桜を見に行くこと。忘れてはいない。かわいそうな方、最後の最後まで怪我をしたけだもののように一人ぼっちで。そんなことはない。俺にだって心を開いて話し合える友達はある。あった。パリで夢の中で探しあぐねていた方でしょう。教えて差し上げましょうか。矢吹達平。そうだ、矢吹達平、矢吹達平だ。社長。すまん、大丈夫。なぜ今まで矢吹達平のことを忘れていたのだろう。軍隊時代、死ぬ時は一緒だと暗黙のうちに約束し合ったあの親友をなぜ忘れていたのだろう。俺だよ。矢吹だ。達平だよ。達平。達平。俺だよ。達平だよ。再会の感動が樹から言葉を奪った。樹は近づく自分の死を打ち明ける機会を失ったのだった。この大理石の壁を見せたいと思ってね。ちょっと珍しいもんでね。これ全部サンゴの化石なんだよ。これが？うん。僕はここの化石を見るのが好きでね。何千万年か昔の生き物が毎日の営みの中でほんの少しずつこしらげてきたものが美しい化石になってこうやって残ってるわけだ。何千万年。千万年単位かい。うん、化石っていうのは大体みんな千万年単位だそうだよ。まあ僕らにしたって兵隊の時化石になるはずだったのが不思議と助かったんだから。あとはおまけだ。おまけな。そう、おまけだよ。こうやってここで話してるのもみんなおまけだ。おまけ、おまけ。そのおまけの人生を自分は苦しんだり悩んだりしているのだ。気の遠くなるような時の流れに比べると自分の一生の短さは取るに足らない瞬間である。永遠という思いが樹をしびれさせる。樹は改めて達平に会えてよかったと思った。告白はできなかったが達平はやはり心の重荷を軽くしてくれたので。
心配しましたわ。どうしてまっすぐお帰りにならなかったの？もう大丈夫。昔の友人に会ってた。それより風呂頼む。坂上さんと船津さんがあちらでお待ちになってらっしゃいますのよ。お父様、病院へ行ってちょうだい。心配しなくていい。本当にいいんだ。自分の体のことは自分が一番よく知ってる。嘘。私たちだって会社の方たちだって。お父様、お姉さんはレイちゃん見てもらったけど、私の赤ちゃんまだ見ていただいてない。大変差し出がましいですが、明日病院へお入りになっていただきたいんです。社長、パリ以来今まで放置していたのは私の責任です。改めてお願いします。明日病院にお供します。僕の体のことがなんで君の責任なものか。くだらんこと言うもんじゃない。疲れたよ。休ませてもらおう。お父様。分かったよ。じゃあ病院に行ってくださるもんね。分かったと言ってる。社長はどこ行かれたんです？わかりませんの。ただこれが一両日旅に出る。心配しないように必ず帰ってくる。キヨちゃん捜査願いを出そうって言うんですけれど、私は船津さんにご相談してからと思って。社長はこう書いていらっしゃるんですから必ずお帰りになると思います。捜査願いの必要はないでしょう。でも毎日。あ、そうだ。もしかすると。え？私がお迎えに行きます。心当たりあります。南市でのあの戦闘が終わった時、君はなんだお前も生きていたのかと言った。その時の君の表情も口調も今でもはっきりと覚えています。あれから二人とも長いおまけの人生を今日まで生きてきました。しかし僕の場合、そのおまけの人生ももう少ししか残されてないのです。俺の命はもうあんまり長くないよ。それぐらいのことが言える相手もなしじゃあんまりかわいそうに思えてきました。そうじゃないか、タッペ。最後にこういう言い方を許してください。ここの桜を見せて差し上げることがあなたへの最後の贈り物ですわ。戦争中
門平を履いた少女たちがここを歩いた日もこういう日だったんだろうな。ええ、この坂道を足の疲れも忘れて上へ上へと桜を目指して上がっていくんです。華奢なくせに仲間の先頭に立って上がっていくんです。そういう時になると負けん気を出すんだなそうなんです。誰よりも先に桜が見たくて。ご気分はどうですか？別に。お腹は？後でお食事運んでまいりますから、上がれるようだったら上がってください。今何時頃です？もう6時です。夕方の？そうです。一体僕はいつここへ運ばれたんです？明日木原先生がいらっしゃいます。心配ありませんよ。安心しておやすみなさい。木原という名には覚えがあった。何かの会合でがんの権威だと聞かされて紹介された。多分パリの時とは見違えるほど大きくなった仮の正体は木原によって発見されるだろう。パリのトゥーサン病院で診察を受けになりましたね。帰国したらすぐ診察を受けるように言われたそうですね。トゥーさんから何かもらえませんでしたか？日本の病院へ宛てた診断書のようなもの。もらった記憶はありますが。実はですね、ご友人の矢吹達平氏、あの方と私親しくしていただいておりましてね。あなたが入院されていることを知らないで私に電話で相談してこられたんです。あなたのこと。あなたはパリで死病の宣告を受け、それを誰にも口外しないで今日まで過ごしてきたというのは本当ですか？本当です。おー、むちゃくちゃですね。医者の私から申せば無知も甚だしいというほかありません。しかし日本では前例がなく、世界でも一人の例しかないという厄介なところの癌だ。しかも手術不可能というんでは。どうしてそれを知ったんです？まさか患者のあなたにそんなことは言いますまい。偶然日本の病院への紹介状を読みました。おお、そしてその紹介状は？破りました。あなたが現代の医学というものをあまり信用なさらないで、その処置を拒否なさってきた気持ちは理解に苦しみますが、事情は一応分かりました。私も随分患者を扱ってきたが、あなたのようなケースは初めてです。あなたは何もかもご承知だ。医者にとってはひどく厄介な患者です。
着替え持ってきました。起きてらしたのね。毎日誰かが顔を見せた。みんないい人間に見えた。それぞれ自分に善意と好意を持っていてくれた人たちである。ただそれに応えていたかとなると心もとない。俺も今になってみると大した人間ではなかったな。そんな反省が心に湧いた。診断は終わりました。パリからもカルテを送ってもらいました。そこの診断も私たちの診断も大体一致しております。ただ通産病院と意見が違うのは、私たちは手術が可能ではないかと思います。とすれば手術ということになりますが、よろしいですね。どうぞ。どうなりと勝手にしてくれという気持ちだったが、まさかそうも言えない。いつきは木原が万一の行幸を頼んでいるに違いないと思った。それならそれでいいではないか。研究の役にでも立てば結構なことである。手術の前日、船津がやってきた。社長、明日の晩羽田を立ちます。ん？ご苦労だな。私は思うんですが、社長のこれまでを考えますと、いつも運で持っているようなところがあります。恐ろしく運が強いですよ。そう簡単にいくか。運なんて当てにはできんよ。今度だって運で勝つと思います。そうか、そうなんだな。俺は運が強いかもしれん。そうですよ。向こう行ったら気をつけるんだな。大丈夫です。めったなことでは病気にはなりません。健康のことなど心配しておらん。和訳との協調のこと注意するんだね。なめてはいかん。それと自分本位に考える癖がある。若さに甘えてるところも自分では気づいてないかもしれないが、変にずうずうしく見える時がある。気をつけないといかん。はい。社長もどうぞお大事に。抜擢していただいただけのことはやってくるつもりです。では。それから清子がやってきた。じゃあしっかりね。うん。君もな。え？いい子を産むんだよ。
どうですか、だいぶ痛みも引いたでしょう。ああ、顔色もいいようですね。よくわからないんですが、手術が成功したというのはどういうことですか。ある期間、私の命は伸びたということですか。そういうことです。ある期間とはどれくらいです。一月、二月。一月や二月ぐらいでは成功したとは言いません。どれくらいかということは神様でない私にはお答えできません。それに癌が治ったとは医者の間では5年の観察後でなければ言わないことになっています。何ヶ月もあなたは一人で悩みを背負ってこられた。だから急には信じられないでしょうが、私のことは信用してくださらないと困ります。それは再発ということもある。再発しない人もあります。私は大丈夫だと思います。どうか80歳でも90歳でも生きてください。生きられる。生きられます。生きるために手術したんじゃないですか。体の回復につれて樹を取り巻くあらゆる日常がまた戻ってきたようである。だが何かが違っていた。例えば見舞い客のことである。手術前、その見舞い客の言葉に飾り気のない好意を感じた樹は、それぞれに平凡だが心のこもった決別の挨拶をした。しかし今の樹は、同じ見舞い客の祝いの言葉に誇りっぽい猥雑なものを感じるのである。相手が変わってしまったのか、自分が変わってしまったのか、そのいずれかであった。どう思う君は。変わったのはやはり俺の方だろうな。生きられてよかったと思いになります。すまないと思ってる。間違って生きた。間違って死ぬ人もあるんだろうがね。本当に悪いと思ってる。間違って死んだ人たちに申し訳がない。それで会社を坂上さんにお渡しになったの。いや、ただもう昔のようには会社に夢中になって尽くせないだろうからね。君と付き合っていた間、俺は長い一生の間でそこだけ全く違った人生を歩いてしまったようだな。その後では何もかもが違って見える。張り詰めた氷がひび割れるような激しいお付き合いでしたもの。何もかもが違って見えたんですわ。でももうおしまい。私これからもずっとご一緒しますけれど、でもほら、もうあなたには私が見えなくなります。あの方からのお手紙読まなければいけませんわ。分かってる。しかし今の俺には読むのが怖い。変わってしまった俺じゃ。さて突然でございますが、私
3月下旬にパリを立ちまして、久しぶりに日本の土を踏むことになりました。主人の予定が変わりまして、早くても秋の終わりと思いました日本行きが、急に実現の運びとなったのでございます。嬉しいことに岸さんもこのほど東京本社詰めが本決まりとなり、あのメンバーで高遠へお花見に行きたいと考えております。夫人はあのメンバーでと言っているが、一人足りないと樹は思った。死という自分の同伴者が一人欠けている。どうしても補うことのできないものが一人欠けているのである。この話病院に差し上げましょうよ。そうだね、これだけでも払いができそうね。いやー、ちょっとした引っ越しですな。おかげさまで。お名残らしいですが、お引き止めはしません。では、いずれまた。ありがとうございます。患者さんが退院するのっていいですわ。じゃあ、お大事に。ゆうきくん。はい。ちょっと。はい。願い声を一本書いてもらう。はい。運命はごく簡単でいい。しかし、失礼のないように丁重な文章でやってもらおう。はい。いつきは近日仕事で南米を旅行する。予定期間は行かない。お目にかかれないのは大変残念に思うが、楽しい日本滞在であることを心からお祈りをしている。出発間際で取り紛れているので代筆で失礼する。いいね。かしこまりました。もう一つ最後に、岸ご夫妻にはくれぐれもよろしくお伝え願おう。わかりました。今日すぐお出しします。ところがきだ。はい。何もかもが化石になってしまったと樹は思った。もうお前はあの不思議な張り詰めた暗いがしかし透明な時の流れに入っていくことはできないのだ。高遠の桜も総務川もロマンの寺もマルセラン夫人もみんな化石になってしまったのだ。生きている人間の印として、いつきは紅茶を注文した。美しいものがすべて化石となってしまった今、どこからともなくやってきたこれからの人生を、いかに生きるか考えねばならなかった。本当の生き方をしなければならない。今こそ自分は、それを探さなければならないのである。